マイク、え、マイク要求したけど、マイクいらんかい？マイク、ないっすよね。泣いてないね。ほうさん、おい、ほうさん、負けて悔しいだろう。自分の持ち得るもの全部持った上で負けるのは悔しいだろう。でもな、お前今日智子さんの助けあり、うちのタッグパートナーの意思疎通のミスあり、そしてお前の力で私をギリギリまで追い込んだだろう。でも今日負けてる、お前は負けてるんだ。で、なんだっけ、後楽園どうするとシングルすんの？聞いたけどシングルすんの？シングルはな、誰も助けてくれねえからな。トムコさんみたいなパワーのある人もいない、こっちのミスするタッグパートナーもいない。自分の力一つでお前今度のシングルマッチ勝てるんだろうな。そこで勝てるって言え。そんなさ、偉そうにあって言ってるけどさ、大体あんたたち2人もどんな番組チームだわけ。意思の疎通が全く合ってないしさ。ちなみにさ、私も意思の疎通があんまり合わない真面目なタッグパートナーっていうのがいるんだけど。確かに、確かに。そう、真面目にやれ真面目にやれって言われるタッグパートナーがいるんだけど、もしよかったら伊藤薫、渡辺智子と2人でこの件やりませんか？賛成、賛成です、賛成です。意思の疎通が合わないタッグチーム、どっちが疎通が合わないか。対井上京子選手、無前た2人で爪痕を残すことができるんじゃないかな。残せたらお約束の韓国連れてってください。前回のあの何でしたっけ、あ、カリア大会で自分たちがマゼンタが爪痕を残すことができたら、長代さんが二人を韓国ホテル代旅行費全部込みで連れてってくるって言ったんで、皆さんぜひ後楽園、自分たち絶対爪痕残すんで、みんな承認です、承認です。絶対長代さんに連れてっていただきますから見に来てください。あの、韓国でいいんですか？いや、いいでしょ。え、どこ？ハワイとかで渡米とか考えないですか？韓国
ークでいいですか。ちっちゃな考え方が、ちっちゃいなお前ら。飛べも長湯にたかるときにはドーンって言ってください。じゃあ飛べもハワイも。え、誰ハワイって言ってないよ。あなた今自分の希望言ったでしょ。ハワイに行きたいんだね。ちょっと頭打ってちょっとバカなんで。いや今始まったことじゃないから。お客様、この二人はバカです。バカです。でも必死さがこいつらの、こいつらのいいところです。何も考えないでバカのまんま試合やってくれたら、あんたら本当にベルトに負けるのに。変に合わさないでいいよ。はい、もう隠すことはしないです。バカのままで、バカのままでいける。こうなったら世界最強のバカタックになってやります。あ、その方がいいと思います。その方がいいと思います。あの、すいません、私最近ちょこちょことですね、相方と喋るんですけど、唯一無二の相方なんですよ。お互いに全然価値観合ってないし、なんなら本当に、タッグとしては実際は青の呼吸で最後は合ってましたけど、最初は全然ダメですからね。最初から合ってるのはダメだと思います。だから青木、ゆきひが面白い、渡辺、伊藤が面白い、シーデア、長島、いる方が面白いんですよ。合ってないから。その中で超えるためには一番合わない方がいいですよ。お互いに合わせないで、合わせようとしないで。じゃあもう作らなくていいんですね。ただコスチュームは合わせた方がいいんじゃない、たまには。うん、混ぜたらさ、なんか統一感ないんだよ。統一感ないんだよね。なんであんた私のことをプロデュースしなきゃいけないんだろう。じゃあ長谷さん、いや、ダメ。ハワイとダメ、韓国とダメ。コスチュームの方が一番高いから言わないで。それ以上言わないで、庭ができなくなるから。うち多分二人合わせて4か5ぐらいですけど。え、4か5ってどれぐらい。え、ちょっと今の言い方やらしいね。お客様分かりました、今の言い方。4か5ってはっきり言ってほしいですよね。4か5って何ですか。マゼンタのコスチューム50万よろしくお願いします。お金を出してくれるおばちゃんだと思ってるでしょ、あんたたち。50万ですか。それはダメですよ。多分、はい、その、あ、でも、もっとゴージャスとかにしたらもっと行くんですけど。やばい。はい。身の程の知れ。はい。何でもかんでもね、キンキンギラギラするよりね、昔みたいにね、本当にアリーナとかの共演の見つけで出てみ、一発で倒すんですね。本当に見てみたい。だって誰が誰か分かんないってよく言われるんだから、中野さん説明すんな、いちいちいろんな人たちに。ちょっと整えないといけないところが出てくるので。マリア大丈夫。そうね、あ、そこで見えきてじゃない、この野郎。だからこの分かります、マリアね、言ってくれ。かわいいから、綺麗だから。でも今の顔で試合やると怖くって、なかなかいい感じだぞ。もう まんまでいってくださいよ、あんたたち。はい、お願いします。はい。で、本当に爪痕を残して、ちょっとでもいい一言をね、いただけたら、ちゃんと約束守ります。はい、花殺しをちゃんと海外に連れていけるように頑張ります。こうしても言わない、そういう話はしない。はい。どうか本当に5月3日混ぜて応援してやってください。よろしくお願いします。お願いします。どうしようもない。どけ、桃の海よ。私はガイアジャパンに来て、
お前はマーベルス生きて5月3日このベルトどっちが選ぶか勝負してやるよ。マーベラス一期生モモのミオ、この7年間ベルトに選ばれるような戦いはしてきたと思ってる。私の覚悟を5月3日長島千佳代にぶつけます。お前の全て受け止めて防衛してやるよ。フラギ、お前大阪大会で言ったよな、負けた時のパワーワード3つ揃えとけって。今言っていいかな、せっかく試合したし。下手くそ、本当に下手くそ、この3つだ。でもな、感情はめちゃくちゃ伝わったよ。うちは今回メイン張れなかった。今日の試合だってこの2人に決着つけられた。メインを超える試合をしたいんだよ、うちは。だから本気で潰しに行く。マーベラスの試合で一番って言われたいから。試合後にそんなに元気だったらいい試合できるよな。どれだけ下手と言われようが、だったらどうした。そんなもんでな、心折れてんだよ。お前は確かにずっとずっとプロレスをやってきたかもしれない。でもな、こっちはシンクロナイズセービングでオリンピック候補、チアリーディングで全国優勝、はたまた後楽園のビルの売り子で一番見えるって日もあった。常に今を精一杯生きてる。今それが私にとってプロレスだ。私の今できる精一杯で、長屋ってさんもいろはたけみも必ず超えてやる。ゆえに負けた時のパワーワード3つ考え直してこい。自分はすごい複雑ですよ。タッグパートナーであり、そのシングルのベルトを持ってたし、生え抜きの桃野が挑戦する、どっちを応援していいか分かんないけど、自分はそのベルトを狙っていきます。でもベルトだけじゃない、試合も自分持っていくんで、そこもセミとメインで勝負しましょう。お願いします。